どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。ちょっとですね皆さん、今日はですね、緊急告知動画なんですけど、新しいガズレレ G ラボウクレレのラインナップのご紹介を今日急遽したいと思います。なんで急遽かというと、めちゃくちゃいいからです。ちょっと一刻も早くみんなにちょっとね、今今度ね、出すウクレレのことをシェアしたいなと思って、ご紹介したいと思います。もう早速見てもらおうかな。びっくりしますから皆さん、こちらになります。どーん、じゃーん。はい。なんか普通のウクレレじゃないって思うじゃないですか。いきますよ、見ててくださいね。ずっ、この薄さやばいでしょ皆さん。そしてよく見てもらうと分かるんですけど、ここもヘッドもすごい短くなってるんですよ。これね、旅レレです。旅レレ、旅レレなんですよこれ。旅レレ、旅レレってなんだか分かりますか。旅に連れて行けるやつです。すんごいの、このちっちゃさ。これだけ見るとちょっと分かんないかもしれない。この薄さは分かるでしょ。でも俺これしかない。これ何センチぐらいなんだろう、ちょっと測ってみたいな。多分ねこれね2センチないんじゃないかな。はい。ちょっと、後で調べて何センチって貼っとくね。ここにね。はい。これ、今度、今ね、2023年の8月でしょ。8月、もうちょっとしたら、今月の、Gラボウクレレの、販売、予約が再開期間に突入するんで、その時からもうこれ、予約受け付けます。はい。これね、ちょっと見てもらう。これ。これハニーさんがいつも使ってるバガママウクレレの薄レレのソプラノモデルですね。見て、これ半分以下、超大革命じゃないですかこれ。すごいんですよ。でこの長さ見て、こんなに違うの。こっちがソプラノですからね。こっちが、これが旅レレ。ほら全然違う。はい、これがですね、満を持して、登場した G ラボのですね、旅レレ、トラベルウクレレですね。で、これね、なんでこの商品を、ガズが、欲しかったかというと、飛行機に乗るじゃないですか、ガズレレよくね、どっか行くときに。その時にね、このソプラノサイズでも、これが入るケースに入れると、結構ギリギリっていうか、もうかなり際どいとこ行くんですよ。飛行機会社にもよりますけど、これ長さっていうのがね、LCC だと決まってますからね。で、まあ、なんとかクリアしたなっていう感じだったんですけど、ちょっとね、心配が残るんで、世界中旅行くとき、持っていくときに、そこで引っかかったら嫌だなと思って、もう完全にリュックサックに入るのがいいと思ってこれを開発したんです。ちょっと音聞いてみましょうか。いきますよ。さすがにすごくふくよかな音ではないですけど、これ旅だったら全然いけますよ。で、これすごい考えられてて、これボディが薄いから、このネックの幅も普通常のものより薄くなってんですね。だけど握りやすいように、ここね、ワイドがちょっとね、工夫してあって、ここのとこ見てもらったらわかるけど、これ D マイナーとかこれ押さえやすいように、しっかりここもね、研究されてます。もじゃくんと、もう練りに練って、作り上げたこの薄レレ、旅レレ、トラベルウクレレなんです。後ろから見てもすごい不思議な形してない？なんかすごいですよ、これ。だからこれ、旅行の時超便利ですよ、この薄さは。はい。ちょっとちなみに、こっち引いてみましょうか。こっちは通常の薄レレです。これ、わがままウクレレの、一番レギュラーの薄レレです。これも音いいんです。やっぱこっちの、それは低音は出ますけどね。でもね、これはこれで良さがあると思いますね。なんで、普段はこれ使ってる人が、やっぱり安心して、旅に出る時に、これを持って行っていただくといいかなと思うわけです。音量の、その音の質は違うけど、音量はね別にあるんですよね。はい、今日ちょっと面白いもんがあるんです。見てください。ガズがね旅に出る時によく持っていくこれリュックサックなんですよ。これ結構ね世界中を旅する方にはもうね定番のリュックでアマゾンでよく売ってるやつなんですけど、これリュックサックなんですよ。これがですね、開けてみましょう。どうなってるかというと、これ商品紹介みたいになってるけど、こうやってこう、これがねこれリュックサックなんですよ。びっくりしちゃうことに、これがめちゃめちゃ旅先では便利でございまして、こうやって今開けていくんですけど、ちょっと待って。
ぎゅうぎゅうに詰まってるから、これがね。で、こうやって引っ張り出すでしょ。はい、そうするとこれがリュックサックになるんですよ。ほら、すごいんですよ。はい、これリュックサックで、この、入っていた小袋はこの中に入って、これリュックなんですけど、じゃあちょっと見てみましょう。通常のソプラノウクレレ、薄レレ入れてみます。はい、じゃあこれ持ってどっかピクニックに行こうかなと思うと、はい、見て、入らないんです。これこのリュックに入んないんですよ。ほら、ファスナー閉めたらこれピョッと出ちゃうでしょ、こんな風に。さあ、この旅レレ君はどうでしょうか。旅レレ君、旅レレちゃんはどうでしょうか。じゃか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 、すっぽり完全に入るんです。すごくない、これ。すっぽり入るんですよ、これが。あ、ちょっと待って、よいしょよいしょ、はいはい、見て、入っちゃった。このちっちゃいリュックサックに入っちゃうんです。さっきのこっちは入らないんですよ。だからこれどれだけ小さいかがお分かりいただけたと思います。ということで、この旅レレ、トラベルウクレレ G ラボで、2023年の、8月後半に、また、販売予約が再開されるんです。その時予約受付、受付開始しますので、ぜひ皆さんこれちょっと、お楽しみにしておいてください。まあ、ガズもですね、ことあるごとに、これ使ってですね、なんか皆さんの前に、いろんなこの、提案をしていこうと思うんで、旅に出るとき、これ持っていくともう最高ですよ。この薄さ、T シャツ3枚、トレーナーとか入りますから、ここにね。で、荷物をね、持っていくときもすごいコンパクトで、やっぱり、旅には音楽が必要ですから。はい。あと、普段使いでもね、いいですよ、こんだけ薄かったら。これ、ブックスタンドにこうやって挟んでもいいんじゃないかっていうぐらいの。まあ、当然ながらも、すごいライトウェイトで軽いし、ヘッドもね、重くないんですよ。バランスもすごくいいです。はい。お外に連れ出してほしいウクレレ、旅レレ、トラベルウクレレ、Gラボから、今度新発売になります。まずはこの存在を皆さん知ってください。またね、ちょいちょい詳細、これ、続報としてお届けしますんで、Gラボから今度出るウクレレ、旅レレ、トラベルウクレレ、よろしくお願いします。バイバーイ。ね、ガズレレではね、アプリを出してるんですよ。ガズレシピというアプリです。このアプリなんですけど、アプリのインストールは無料になってます。中で楽譜がもう何百曲もある、清書されてる楽譜でですね、こっちは。かっこいいバージョンの表記もあるんで、これかなり役立ちますからね。で、このアプリ内は、いろいろスクロールができたり、自分がダウンロードした楽譜の管理ができたりとか、すごくいいものになってるんですけど、このね、楽譜がですね、書籍版になってます。はい、こちらです。はい、このガズレシピ書籍版も大好評です。アマゾンとか、あと島村楽器さんでもこれゲットできますんでね、チェックの方よろしくお願いします。そしてですね、ガズレレではね、ウクレレ以外にも簡単音楽レッスンやってます。ガズピアノ、これ鍵盤楽器ですからね、これね、ほんと、ガズレレ楽しんでいる方だったら、あっという間に鍵盤楽器でも弾き語りができますよというね、ガズが開発したプログラム、ガズ、これ本も出てますから、ガズピアノのハニーさんと一緒の表紙なんですけど、ハニーさんも先生役で、はい、ガズピアノという YouTube チャンネルでレッスン動画公開中、あと毎週日曜日はね、このガズ、レレ YouTube でもギター教室、ガズギターもやってますんでね、ギターやってみたい人もモリモリやってみてください。はい、そしてガズレレではいろんなグッズありますよ。まあ G ラボのウクレレとかもそういうのももちろんあるんですけど、それとは別にキャップだとか、今これ着ている T シャツとか、このストラップだとか、ここに映ってる水引きだとか、こういうのがでも小物もいっぱいあります。このバナー、ガズレレ公式ホームページのこのバナーのところに行くといろいろ見られるようになってますので、ぜひ皆さん見るだけ見てください。楽しいグッズいろいろ、ポップに行きましょう、ポップに。はい、そんな感じでね、ガズレレではもうあっちからこっちからもういろんなことやって、もう音楽聴くからやるに変えて、人生をもう豊かに楽しくしていこうということで活動しています。皆さんどんどん音楽して、音楽仲間もね、どんどん増やしていくとですね、笑顔がその分増えるんでですね、最高だと思います。はい、そんな感じで今回のガズレレレッスン終わります。またお会いしましょう。楽しく音楽していこう。バイバイ。